パクスシニカとは中国主導による東アジアにおける平和な時代を意味する史学上の用語。パクスシニカの複数の時期を合計するとおよそ2000年もの長さに及ぶ。東洋のパクスシニカは最初に漢の時代に出現し、ローマ帝国主導の西洋のパクスロマーナの時期と一致した。これはユーラシア市における長距離旅行と貿易を刺激したが、パクスシニカと パックスロマーナは共に200年頃には衰退していった。中華文明は古代の中心から現代にかけて中国化の皇帝によって徐々に膨張し、漢の発展段階で多数派であった漢字に様々な民族を吸収した。後の帝国時代、中国は外部よりも内部に目を向けるようになり、多くの場合より小さい、あるいは更新的な隣人に兆候を要求するだけになった。 パクスシニカは、作法という形で現れ、唐の時代、トバンより、東、特欠より、南のほぼすべての地域を影響下に置いた。この時代がパクスシニカの前世紀となり、シルクロードを通した貿易などで利益を上げた。唐が衰えると、日本やモンゴル、チベットでは、中華文明からの脱却が行われ、日本では、 国風文化が育まれ、トゥバンではチベット仏教が発展していった。パクス氏ニカの最初の時代は中国の管内に始まった。国内では中国の封建制の荒廃により皇帝の権力が強化され、文系の地と明明明の地は社会的安定及び経済的繁栄の時代であった。外部的には一連の戦争の後に遊牧民である。 強度によりもたらされた脅威を無力化した。党の協会は、現在の新疆ウイグル自治区西部や韓国、ベトナムの笛周辺にまで拡張された。韓の外交官であった朝鮮が、中央アジアにおいて多くの部族や国々と接触し、貿易や文化交流を促進したことで、シルクロードは東西を結ぶ主要なルートとして、台頭した。王朝によって確立されたパクスは、 ローマ帝国のパクス・ロマーナと比較されることがある。カンのパクス死にカは、数十年に及ぶ内乱とその後のカンの滅亡、そして三国時代という分裂期へ移行したことで、終焉を迎えた。唐は、中国史における黄金時代及びパクス死にカの一つとして、大陸を支配し、当時世界最大の都市であったとの長安は、経済と文化の一大拠点ともなっていた。シルクロードは、 唐とその外界との経済、文化交流を促進し、その中でもペルシア人とソグト人は中国との取引から最も恩恵を受けた。北方では第一特決を破って併合し、西は現代のアフガニスタンやアラル海から東はカラフトにまでその勢力を広げた。最盛期の唐は十二にも及ぶ超国への派遣を維持し、この時代の中国文化は活性化。 多様化、そして国際化した。剣闘士によって、飛鳥時代から平安時代にかけての日本との交流も増え、東大以降は日本文化や政治へ及ぼす中国大陸の影響が顕著になっていった。元はモンゴル系民族によって支配された王朝であり、モンゴル帝国の主要な構成要素であった。元は天命を押しのけた。 正当な中国王朝とみなされることもあるが、歴史家は通常、パクスモンゴリカの下の平和な時代に分類する。アキラもパクス死にかを創出した王朝として数えられ、この時代に中国の作法体制が制度化されたことから、当時の民の政治力の大きさを物語っている。テイワが率いた7度にわたる南海遠征は民の国力を東南アジアや南アジア、中東、 そして東、アフリカまでの各地に伝えた。また、秋代の中国は、李氏朝鮮の文化や政治にも大きな影響を与えた。清氏はもう一つのパクス死にかの到来を告げ、その最盛期には、領土に関しては、世界第4位の帝国として君臨し世界の陸地の9.87%を占めた。交換生成では、平和が保たれ、 経済の繁栄と領土が拡大した時期でもあった。真の多文化、多民族性は、その後の中華民族の近代的な民族概念形成の基礎となった。真の君主は満州民族であったことから、この平和な時代は、パクス満州リカとしても知られている。ありがとうございます。